はい、どうもエクストレームです。さあ本日はですね、謝罪と告知動画っていうことで、まず謝罪の方なんですけど、少し前の動画で、今サムネは変えたんですけど、あのポケモンカードで副業だみたいなサムネで動画を撮っていて、まあ自分はあのプレイもちょっとやってるんですけど、そのやっぱデッキ一つじゃ物足りないんで、まあ、2つ3つ、まあ多い時には10個近くデッキを持っていたんですけど、まあその時にやっぱりノーマルカードが不足しちゃうんですよね。まあ昔で言うリーリエだとかシロナだとかで、あの来月じゃないな、今月の22日だっけな、一撃マスターと連撃マスターだったかな。それによって斎藤とか格闘道場とかそういったカードがまあ値上がるんじゃないかっていう風で、まあ、買い占めをしましたみたいな言い方をしたんですけど、プレイでちょっと使うために買ったっていうのがメインですね。まあ、ただ動画上ちょっとね、サムネも副業だみたいな感じにしてたんで、まあ、そういった方がいいかなっていう風で、まあ、ちょっと言ってしまいました。まあ、決してね、あの価格予想とか出してるんですけど、まあ、実際売買してメルカリとかね、そういうのでやったことは実際はありません。まあ、単純に今のサムネでも見てわかるように、あの予測するのがすごくね、面白いんですよね。またこれ言ったらちょっとバットがついちゃうかもしれないんですけど、まあ、株というか、まあ、やっぱ今のポケモンカードの時代の流れを読んで、で自分が事前にこれが上がるんじゃないかっていうカードがどんどん上がってったり、まあ、下がることももちろんあるんですけど、そういったのをね、毎日メルカリとかで見てると、すごくね、変化があって面白いなっていう風で、ちょっとあの動画を、まあお金稼ぎみたいな感じでやれば視聴回数が増えるかなと思って、あのような動画にしてしまいました。あのポケモンカードで売買したりはしてないので、そこのところはご安心ください。一応まあコレクターとしてとプレイヤーとしてやってますんで、そこのところは、まあ、勘違いしたら申し訳ありませんでした。告知の方なんですけど、シャイニースター V で、あの、幻のポケモンゲットチャレンジ、あの、カードの一番上か下に、そういったあの、ポイントがついてるカードが入ってると思うんですけど、シャイニースター V の場合は、4ポイントがあるんですが、そのカードのポイントの使い道が僕はないっていうことで、今後の動画で突如この幻ポケモンゲットチャレンジのコードを動画上にポンと載せたり、あとはまあツイッターでたまに画像を貼ったりとか、このコードを載せたりしようかなと思いまして、まあざっと数えても50枚以上はあるので、まあ、そこそこの動画に載せれると思うんで、どうだろうな。動画だったら5分ぐらいとか10分ぐらいの動画で2から5個とか、数はちょっとわかりませんが、この4ポイントのキャンペーンコードを載せていきたいと思いますので、チャンネル登録と高評価。またあの、ツイッターのアカウントも下に概要欄に貼ってるんで、フォローの方お願いします。それではあの、短い動画ですが、謝罪と告知動画でした。まあ、それではね、今後の動画もお楽しみにしてください。